4ページ左の方、ピラミッド、まだピラミッドについて言うてない途中までやった。これ立派なピラミッドや。こんな寒い雪の氷の中でなんでや。さっきパワーと言った。ピラミッドパワーってのはすごいんですよ。その右、読売新聞の夕刊、この前よ、2月の17日夏の南極20度超えたって書いてある。これ何度も思わない？左の写真は数年前のエジプトのピラミッドの写真や。氷があり雪がある。この右の写真は今の写真やけれども、その文章は今日の世界です。つまり南極で20度を超えたら、今ピシャッといったん氷が溶けていくんですよ。ということはどういうことや？バレるということや。つまりもっと分かりやすく言ったら、南極のあの大陸、大陸ですぜ、アルゼンチン、チリ通って南極に行く、そこからものすごい大きな大陸があるわけよ。その大陸のあるところから中に入れる、穴が開いてる。ということは南極大陸の中に違う都市、違う文明、違う国がある。ドイツ人は今から400年前からそれを開発しとったんです。ドイツでヒトラーがベルリンで死んだ、それは表の歴史よ。しかし彼はそこ行ったんです。アルゼンチン、チリ、皆さん、アルゼンチン、チリで生き残ったナチスの幹部たちはあのジャングルの中で生き残ったという話は聞いてるでしょう。ヒトラーはこの南極大陸の下に入ったんです。違う世界がありました。次、左、4ページの左のところに、さっきから言ってるピラミッド、ピラミッドはパワーを満ちてると言ったね。宇宙エネルギーをここに集めるわけよ、宇宙エネルギーを。だからその下が違う世界を作っていても人間は生きれるわけです。エネルギーは満ち溢れてるから。このピラミッドの写真ってものすごいものすごいものすごい大だよ。この下にエネルギーが集まってるんや。さっきピラと言った、フランスのパリ、ルーブル博物館、なんでルーブル博物館、ルーブルという王宮の庭にピラミッド、しかもガラス張りのピラミッドで、アホちゃうか。そこで話終わる。なんで南極大陸の真ん中にこんなピラミッドができてんや、しかもこんな大きなやつがエネルギーを取ってるわけで、宇宙から。もう一つ先、去年2019年1月3日中国は宇宙エネルギーの何かを見つけよった。宇宙エネルギーが勝負なんです。だけどナチスの時代に、いやもっと前からゲルマン人はピラミッドはエネルギーを集めるということを知ってたんですよ。エジプトのピラミッドって、ね、エネルギーを集める。だからさっき消しちゃったけど、 あるわ。いつ誰が作った、科学的に言ったら石がどうのこうの、目的は何やった、どうして作ったか、こんなのどうでもいいんですよ。ピラミッドで必要なのは何や、パワーや。そのそばにおればいいんですよ。私たちが電気や何だかってそういうパワーを超えてますよ。宇宙のエネルギーですから。宇宙のエネルギーを集める研究をやってる身近なものは何か、ニュートリノです。だから日本人でニュートリノを研究している先生が数年前にノーベル賞をもらった。しかし何も完成してないんです。逆に言うと、お前は黙っとけということです。だからノーベル賞をもらったんです。ノーベル賞、いやピラミッドはパワーを与える。だからいつ誰がどうの作ったか関係ないんです。だから分かりやすく言ったら、ピラミッドがあそこにあるということは、ついでに言いますと、ここにヨーロッパ大陸がある。その下に地中海がある。それから中東やってアフリカがこうある。そしてこちら行くとアジア大陸がザーッと広がってる。ね。でこのところにピラミッドがある。そのピラミッドを中心に縦
横、高さ、つまり東西南北に十字路を描く。地球で一番長い東西南北の距離になるんです。知らなかったでしょ。意味わかる？陸地でずっとつながって、こっからここの距離、こっからここまでの距離、それは他の地球上のどこにおいても見つけることはできない。あのピラミッドだけなんです。誰がそんなことしてた？何千年もな、一万数千年前から。だからあそこにあるわけですよ。ということは、地球のエネルギーと地球に注がれる宇宙のパワーとピラミッドとの関係はあるんやなってことは分かるね。